例えばじゃあ賞罰の与え方、いわゆる 賞というのは例えばご褒美、例えばボーナスとかですね。で罰というのは、例えばじゃあペナルティ、例えば、遅刻したなら3回遅刻したならば、欠勤ですよとか、で賞に与えてもこれだけの実績があったらこれだけボーナスを出しますよとか、この賞罰の与え方っていうのもいろいろと難しいんですけれども、今回、この権限と役割と責任の中で、例えば権限を持って例えばパートリーダーになったり主任になったり係長になったりしていく人たちっていうのは当然、役職手当っていうのがついてきますよね。で役職手当っていうのをつけてあげることによって責任を持たせるっていうやり方もあります。まあまあ先ほどもうそもそも、権限を任せようとしたならば嫌がるっていう話もあったんだけど、まあそうなってくるとやっぱりとにかく権限というか仕事しに来て仕事を頼んで仕事を断られてしまうともう仕事になりませんよねそもそもが、もう本当ポーカーのカードをもう変えるしかなくなってくるんですよね。だからちょっと人道的ではありませんけれども、先ほどね武田さんにもちょっとお話したんですけど、我々経営者っていうのはあまりにもこの仕事っていうものを理解していない方がもし目の前に現れたらですね、社長の役割、社長の仕事、社長の権限、社長の責任としてその人を辞めさせるっていう大きな仕事も実はあるんですよ。辞めさせるってね、本当は辞めてほしくない、やっぱり辞めてくださいっていうのも酷だけども、これを辞めさせるっていうのも実はものすごく大事なんですね。だから安易に人を雇ってしまうと、もう一回いきますよ、安易に人を雇ってしまうとどうしても、人手が足らないから人を雇う、でも、そういう人たちっていうのは、その意識で来る、で一生懸命魅力を見せつけて自分のビジョンを語って価値観を同じになってもらう、そして、権限という役割と責任を与えていってそれを管理する、これが人を雇うってことなんですよね。ところがビジョンは共有できない、頼まれた仕事もやらないっていうような人と一生一緒にいたところで何も始まらないんですよ。でも農業者さんであったり社長さんで優しいから何とかしてあげようと思うんですよね。もう結論言うと多分人はそんな変わらないです、もちろん二十歳とか十八ぐらいの新卒の人間が入ってきたならば当然そういうふうに、価値観とか、まだ色に染まってませんので、こちらでどうにでもというか自分たちのビジョンに合わせた人材に育成することができるんですよね。わかりますよね。だから新卒を採用したい企業というのは当然中途採用してしまう人は色がついているもんだから、もしかしたら頑固に役職を与えてもいやそれは僕の仕事じゃありませんって言ってくる可能性があるから、そんなんよりもお金を出してまだ何も仕事できないピュアな新人を雇い入れて自分のところで教育して自分のところの先ほどの、人の財産と書く人材にしていこうっていうのが世の中ですよね、ですよね。だから大企業が大卒とか新卒を取れるかやっぱり有利なんですよ。ところが我々農業者もしくは零細中小企業っていうのはもうそんなん言ったって新卒なんて取れないし、また新卒取ったところでなかなか教育っていうのもできないから、どうしても中途の人たちを雇わざるを得ない。でそうなってくるともう入社してくる段階で同じ価値観で、この指に止まりたいっていう人たちをどれだけ自分のところに集めきるかっていうものすごくハードルの高いことを実は我々はやらなきゃいけないんですよ。でそのために何しなきゃいけないかっていうと、例えばホームページですよね。ホームページで、求人を出したならば求人票を見た人は必ずその会社のホームページをチェックしますからね。でホームページをチェックして自分がやりたい農業と価値観が合うかなって、あっちも選んできますからね。だからホームページも最近は大事ですよっていうことになります。